それじゃ、今日はこれで失礼するぜ。おいおい、しばらくってどれく…エギルさん、私たちを工房に集めて何をするんだろう。まあ、行ってみればわかるんじゃないか。そうだね、楽しみにしとこうっと。なあみんな、まだ時間あるけどどうする？悪い、俺はちょっと風林火山の連中と約束があるんで、しばらく別行動させてもらうぜ。そうか、またなクライン。それじゃあとりあえず情報収集しつつ、サブクエストとか受けてみたらいいんじゃない？うん、それいいね。酒場にあるクエストカウンターに行くとサブクエストを受けられるのよね。キリト君、早速行ってみようよ。普段はギルドマスターや漁師の会合などで使用する場所らしい。ということは…やあリファ、久しぶりだね。元気そうで何よりだ。さすがにアップデート直後を狙ってきたプレイヤーたちは多いね。実力がないものを出し抜こうとするの。君が噂のリーファの兄貴に、キリ、自己紹介は私からさせてもらおう。私たちの種族、シルフのリーダーなんだよ。そして、この猫娘がアリシャ・ルー。よろしくね、黒の速攻剣士様。騒がしいのがたまに傷だが、私の茶飲み友達なのでな。そしてこの男が、ユージーン。貴様が噂のキリとか、一度手合わせ願いたいものだ。確かサラマンダー部隊を指揮する将軍で、あんたの兄が領主を務めているんだよな。実力はこいつの方が上だぞ。エール王内では最強プレイヤーと呼ばれていたこともあった。今は違うんですか？この話今はよそ。この館はバトル不可設定だから安心したまえ。さあ、それではお互いに新エリア攻略を楽しむとするか。みんな健闘を祈るね。さて、じゃあ俺たちも行くか。
ここがクエストカウンターですね。利用方法を聞くことができるようですよ。ここでは様々なクエストを受けることができます。依頼を受けてその依頼を完了すると、受けられる依頼はその時々で変わるので、たまに覗いてみてくださいね。今はクエストが一つだけのようですね。このクエストを受けましょう。お仕事をお探しですか？お気をつけて。またいつでも来てくださいね。調子で行こうぜ。セット。これでも食らいなさい。よっ。タッ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 。セット。よくやった。
調子でいきましょう。切れたみたいね。これでも食らいなさい。タッテスト。やばっ、よくやったわ。タッおっ、タッおっ、よっ、これで決めてやる。まだ余裕ある。頑張って。ほっ、まだ余裕だぜ。この調子で次もよろしく。よっ。